世話になっております。おっちゃです。今日は先日出した動画、日当4万円よこせの日当4万円について、これにはしっかりとした根拠があるということを話したいと思います。それではまず労務単価について説明したいと思います。労務単価、皆さんご存知ですか？労務単価とは、公共事業に従事する建設労働者に対する所定労働時間内8時間あたりの賃金の単価。農林水産省と国土交通省が行う公共事業労務費調査に基づいて決定され、公共工事の工事費の積算に用いられる。公共工事設計労務単価、まあ平たく言うと公共工事の時の職人の日当ということです。それでは続いてこちらをご覧ください。こちらは東京都の労務単価です。都道府県によってばらつきがあるんですが、この度はそれは省略して東京都を参考に話します。ご覧になってわかるように、大工の日当は28,800円です。ちょっと話それるんですけれども、他の業種とちょっと比べてみましょう。例えば左官は38,000円、大工よりも高いですね。サッシ工は34,000円、これも大工より高いですね。板金工は32,400円、塗装工は32,700円。まあざっと見ても大工が安いということは分かりますね。さて本題に戻りますが、この大工の労務単価、ニット、大工のニット、28,800円。現実にはこれだけもらっている職人はいません。中抜き業者が中にたくさん入るので、実際現実にはニットの相場である18,000円前後しかもらっていません。がしかし、理屈の上では28,800円もらえるということになっています。そして肝心なのが次の資料です。こちらをご覧ください。公共工事設計労務単価と雇用に伴う必要経費の関係、労働者本人が受け取るべき賃金をもとに日給換算値として労務単価を設定。労務単価には事業主が負担すべき必要経費は含まれていない。事業主が下請け代金に必要経費分を計上しない、または下請け代金から必要経費を値引くことは不当行為。この上のグラフが労働者が受け取るべき賃金ですね。いわば28,800円です。それに加えてこの他に、下のグラフがこの他に事業主が支払う人件費、必要経費、個人事業主ならこちらも受け取るべきなんです。こちらが9,676円、28,800円プラス9,676円は38,476円。労務単価によると個人事業主は日当38,476円もらうべきなんです。もらえるはずなんです。
僕が日当4万円よこせっていうのは適当に4万円って言ったわけではありません。ちゃんとした根拠にのっとって4万円よこせって言ったわけです。皆さんご理解いただけましたでしょうか。それでは改めまして、ハウスメーカーよ、日当4万円よこせ、日当4万円よこせ。それではありがとうございました。